和6年4月の29日ですが、ここは神奈川の源流に今います、この下流に、来て初めの頃に来た滝つぼがありますが、その滝の上流、要するにもっと神奈川の源流に行ってみようと思って、滝の上に高まいてやってきました。ここに、ね、やっぱりこれ鉄道敷きの跡ですが、昔ね、やっぱり木を切り出すためにあったんだと思うんですけどね、このレールとかがそこに川に沈んでます、ね、こう断崖でね、降りられません、断崖で降りられないんですが、このちょっと上流を見てみましたけどね、この断崖が曲がってですね、あそこにちょっとなだらかどうかな、あれはどこだろう、これがどこになるかな、支流との合流点かな、あれはな、そんな感じだな、ということはもっと上流だ、うん、ランクシー上がっていく道の方から入ると思うんだけど、これはもう断崖ってやつだ、いや過去にね一度実は入ってんの、したがってやってきたんですが、どうやって入ったんだろうな、入ったと思ったところから入って降りたんだけどね、降りられないんだな、うん、鉄道時期でもまだあったのかな、向こう側行けば動かないなら降りられてない、こっち側ね、ダメです、この上のね、第一駐車場のところに行ったんだけど、降りるところがないんです。だから、さらに上流行って、上から行ってるのかな。そこはこれでダメです。もうこれ、鉄道行きの後です。せっかく、結構厳しいところ降りてきます。なんだっけ、何なかな。なんとか滝の上部屋部屋です、出直し、あそこを探しに行くんだ、令和7年令和6年7月29日ですが、神奈川の源流に、やってきました。いや非常に急峻な場所、まあ御巣鷹山そのものは結構急峻な山だったらしくて、陶器の墜落したところも急峻な場所ですが、この川もね急峻なところを流れてる、まあそういう面でねこういう落ち込みがあるんじゃないかと思っているんですが、一応ね昔来た時はあれ連れてないんですかな、で今回も来たのは鍋かっていうと、下流に滝があるんですが、6メートルぐらいの滝かな、あとその上が断崖でね急峻な場所になってるんですが、降りられなくて、やめてこっち来たんですが、その滝を登るかどうか、サボダムっていうのはね、サボダムのできる前に登ってれば後からはシャボダム作っちゃって生息してるんですが、昔からの滝はねこれ登れなきゃ上流がいないんです。したがって今回もいるかどうかを確かめたいと、ましてはここに釣り人が入るとはとても思いません、私みたいな物好きが、まあ、いないわけじゃないんですけど、ほとんど来ないじゃないかと、まあ地元の人ならね入る場所は知ってるかもしれないですけど、ああ大変、鹿の足跡を伝えながらね、入ってきました。鹿に助けられてやってみましたね。でここをちょっとこれからいるかどうかあるっていうか、
登ってこれないのかな、ね、まあ一箇所だけではわかんないんで、いやポイント的に悪くはないところなんで、あとこれね、この上後で撮りますが、エイリン関係のね、下流で鉄道敵がありましたが、ここに小屋を建てた跡があります、すごい立派なね、台地になってて、小屋が建てて、住居跡みたいになってます。でやっぱりすごいね、エイリン業をやってたと思います。でこの渓谷、この辺りまでなだらけですが、これちょっと下流からはね、ほんと渓谷なんですが、まあ、そこを橋をつけてね、鉄道を引いてたんじゃないかと思います。で下流にからね、地上流っていうかな、あそこの見えてるところもある鉄道敷の跡かな、崩れてるんですよ。でもうちょっと上流行ってみます。岩永がいました。この落ち込みに岩永がいました。で、いくら上流から流してね、寄ってきたんですがね、餌見たとかに逃げちゃったんだな、釣れてるんですよな。また針に釣れてるのか、餌に釣れてるのか、針を小さくしてちょっと釣ってみます。ちょっと隠れやったからそれでダメかもしれないけど、餌を小さくして釣ってみます。挨拶は、針を小さくして釣ってみます。釣れてるんですよな、いくらに反応したか、釣り人、いないかと思ったけど、入ってくる場所さえ分かってれば、釣れるんだ。いることは分かったんで、ちょっと、確認できる、あと、釣れてるなっていうのが分かんない。もう一人釣り登ってみます。令和6年7月29日です。神奈川の源流を釣り上がってました。ポイントがね、少ないんですね、ちょっと少ない、意外とだだらかな、入り口のところがね、非常に風船で良かったんですけど、上に来ると意外となだらかな、ポイントが少ししかないので、ここにちょっとポイントが見つかりました。ここいなきゃいないかなってくらいのポイントですが、まあ釣られていない感じですね。こんな立派な、落ち込みなのにいない、これ釣られてるんだな、7年前だったということで、坊主だったっていうのが分かります。よっぽど昔から釣られてるんだな。だからもう絶滅しかないんじゃないかと、まあだから一匹見つけて泳いでるの見たのだけでも、助かったな。確かに登れないんじゃないかって言ったら思ってたんで、まああれくらい登れるっていうのは分かりました。もう少し次に登ります。